はい、こんにちは、アルブル木工教室の辻です。このキモの電動ドリルドライバーのコードレス 20V の、ものですねの紹介をさせていただきたいと思います。まず、メーカーさんの表記の、ようやく Amazon でだいたい6300円前後です。安いですね、すごい、1台3役で穴開け、ネジ締め、あとハンマー機能というのが、ありますよという形になってます。無断変速ですね。馬力みたいなものも35Nm、21段階トルクということで21段階に変わるようになってますよと。速さが、1段階2段階と変えることができますよという形になってます。あと1年保証がついてくると。で、僕らこれ商品紹介させていただくんですけれども、最初にまずお伝えしておくと、僕らは木工教室なので木工の観点から、いろいろ説明させていただきます。で、例えば金属への穴開けや、車のそのボルトを締めるとかに使えるかというそこら辺の検証っていうのはちょっと僕らの方ではしない形になってます。で、結論から言うと、初めての、買うドライバーとして女性にもおすすめです。ガシガシ作る、ビシバシもどんどん早く作っていきたいという方にはちょっと向かないかなという形です。で、丁寧に綺麗に、ゆっくりでいいので作りたいですよっていう人に向けて、作られているような気がします。いずれインパクトドライバー買いますよっていうこともあると思います。その時にも、セカンド、ドライバーとして、十分、使えるんじゃないかなというふうに思います。ただここが一番重要になってくるんですけれども、ちょっと残念なのが、せっかくのこのバッテリータイプなんですけれども、このキモさん、調べているとですね、他にこの電動ドライバー以外の道具っていうのがあんまり出てません。で、メーカーさんのホームページを見ると丸ノコにこの 20V のものをつけてそういう商品が見えたんですけれども、それがおそらくまだ発売されてないのか、それがサイトに見当たりませんでした。また今後も出てくる可能性はあるので、それはまたちょっとメーカーさんに聞いてみたいなというふうに思います。でですね、あと、もう一つメーカーさん自体日本語のウェブサイトがちょっとないかなというのが、見当たらなかったというのがちょっと不安なところですね。一応その1年保証でサポートがあるということなんですけれども、一応メールアドレスはあるらしいので、そのメールに、お送りするような形になると思うんですけれども、ちょっと不安かなというところです。ただ本当に物は使ってみていいものでした。バッグケースに入ってきた付属品の説明からします。まず本体ですね。で、あとバッテリーです。こういう形で取り外し、すごいしやすいですね。バッテリーが1つ、充電器ですね。あとフレキシブルシャフトですね。はい、あとはこの木工用ドリル、鉄工用ドリルですね。こういう形のものがたくさんついてきてます。で、あとここに、こういう形でレンチ型でですね、入るようになっていて、で、ここにこういう形でビットがすごいたくさん入れてくれてます。で、だからこれもですね、一応プラスのビット、マイナスのビット、いろいろあるんですけれども、木工用では、あまり使いづらいかなという形です。あんまり木工ではこれは使えないかなっていう感じです。はい、じゃあいくつかのポイントを一つずつ挙げていきます。まずパワーに関してですね、すごい使いやすいです。パワーも十分あると思います。一応これ 20V という形になってますので、そこら辺のドリルドライバーよりは、いいかなというふうに考えてます。ただ 20V だからといって 14.4V のものや 18V のインパクトドライバーよりパワフルと思わないようにしてください。これいろいろその電流、アンペアとかもいろいろ関わってくるんですけれども、この数字が、そのイコール強さではないというのだけ覚えておいてください。あとスピードに関してですね、インパクトと比べてやっぱり作業スピードというのは劣ります。なんですけれども、十分かなと思います。で、特に始めたばかりの方っていうのは、よくそのインパクトドライバーで高速で回してビスの頭を舐めてしまったり、ビスの頭を外れてガツンガツンと材料をぶつけてしまったりすることがあるので、そういう方にはすごいやりやすいかなというふうに思ってます。で、だからこういうふうに調節できるっていうのはすごい嬉しいですね。で、音に関してこれは、すごいポイントいいですね。音はすごい静かで、作業性もいいです。で、ドリルドライバーとインパクトドライバー、初めにどっち買おうかなと思っている方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、もう決定的な違いなのはこのインパクトのガガガガという、もう打撃音、衝撃音がありません。静かに作業できます。ここに壁があって隣に違う人が住んでますよという形の時に、インパクトだとどうしてもそのトルクがかかった時にガガガガという風な音が鳴るんですね。そういう時にこのドリルドライバーっていうのは衝撃音を与えずに作業できるので、そういうところは DIY においてはいいところということで一応覚えておいてください。だからインパクトに比べて作業性は劣るけれども音が静かというふうに考えておいてください。はい、あと一般的なドリルドライバー、同じ種類ですねのものと比べても、音はすごい静かな方だと思います。で、あとじゃあ重さに関してですね、一般的にこれぐらいの重さなのかなという感じです。ほぼ同じですね、このマキタの 14.4V
のインパクトドライバー、これ僕らすごい一番よく使うんですけれども、これに比べて同じぐらいの重さです。はい、多分バッテリーがですね、こう本体すごい大きいように見えるんですけれども、バッテリーが小さいのでその分帳尻が取れているというような形ですね。あとはじゃあ作業性についてですね、ブラシタイプのものですね、今こう押すとピカピカちょっと光ると思うんですけれども、ブラシレスのものだとこれがないんですけれども、いずれその摩耗した時に交換っていうのが必要になるんですけれども、この反動ですねがすごい少ないです。握った時に結構こういうふうに力が加わるんですけれども、その力が優しいので快適に作業できるかなというような形ですね。これ一番僕気に入ってるんですけれども、無段階調節ですね、ぐーっと握った時にすごいこう滑らかに調節できます。すぐに回路につながってくれるので、ほんのちょこっとの力だけでも十分回ってくれます。これドリルドライバーによって結構癖があるんですけれども、レスポンスが良くてしっかりしてるのかなというような風に感じました。あとじゃあ価格ですね、価格について6300円ということでですね、これならすごい安いかなと、初めてのドリルドライバーとしては僕は十分すぎると思います。で、この間ちょっと紹介したプリメロですね、これが、大体コードがついているっていう違いもあるんですけれども、これが3000円です。すごい安いですよね。バッテリーってすごい高いです。バッテリータイプのもので、これで6300円ならすごい安いかなというふうに感じました。で、あとじゃあ改善点。ここをちょっともう少し良くしてくれたらいいのになっていうところです。一つはですね、これライト。例えばマキタのインパクトだと、ビスを直接こう狙ってくれます。今ここが明るいですよね。ただ、このキモに関しては、なんとなくここら辺全体をぼやーっと照らすぐらいな形になっているので、それがちょっと少し残念かなと。そこはまあ個性なのかなという形です。僕もそうなんですけれども、このバッテリーでかつ同じこの緑のかっこいいトーンでこれで道具を統一したいっていう方はなかなか扱いづらいかなというところですね。それがまあいずれ出てくるとは思うんですけれども、今段階、あまりそのサイトを探してもなかったようなので、それがちょっと寂しいところかなというところです。ただもう本当にこの単体の性能としては僕はすごい気に入ってます。実際に作業して音とかを聞いてもらいましょうか。はい、じゃあ今回ですね3タイプ用意させていただきました。まず1つはドリルドライバーキモですね。あと同じドリルドライバーで3000円台、プリメロです。これ、以前でも動画で紹介したんですけれども、あともう1つこの両尾のインパクトドライバー、そのインパクトドライバーとドリルドライバーのそのパワーの違いなども見ていただこうかということで、この3タイプ用意しました。でこのちょいちょい出てきてるマキタの 14.4V、これ僕らよく使うんですけれども、価格が全然違います。ですのでこれを比較対象にしてもあんまり参考にならないかなということで、この3タイプでその使い心地っていうのを検証してみたいと思います。じゃあまずプリメロでビスを10本打ってみたいと思います。37秒ですね。じゃあ、今度両尾のインパクトです、やっぱりそのネジ締めはインパクトドライバーに軍配が上がると思うんですけれども、じゃあやっていきましょう。5秒。はい、やっぱりインパクト早いですね。ただそのやっぱりさっきもお伝えした衝撃音ですね、ガガガガっていうのが、これがやっぱり少し不便な点ですね。じゃあ今度はそのキモ 20V のドリルドライバーで試してみましょう。はい、じゃあビットをつけるところからいきます。はいはい。でこのキモのいいところの一つに、チャックを締めるときにですね、手締めでもちゃんとこうロックがかかってくれます。わかりますかね。通常ドリルドライバーっていうのはこういうふうにですね、スイッチ、トリガーを引いて自分の手で押さえておいてロックするっていう、加える形のが多いんですけれども、反対方向にも回らなくなっているので自分の手で回すことができます。例えば一つの例としてプリメロですね、これ手で締めようとすると一緒に回っちゃうんですよ。例えばこうドリルモードの時にここを押さえて
グッと引いた時に自分の手がこう持っていかれる、擦れる、痛いんですね。これが肝だと自分の手で締めることができるので、これがその女性におすすめする理由の一つですね。ギュッギュッという形で締めることができます。じゃあ、肝の1段階のスピードで打ってみましょうか。スピードモード1でやってみます。はい、これぐらいの速さですね。スピードモード2でやってみましょう。はい、これぐらいですね。ちなみに今ドリルの状態でやってます。あ、この3段階に切り替えられます。で、トルクっていうのは21段階一応こういうふうに変えられるようになってますね。ただ基本慣れてきたらもうほとんどもうドリルモードか21もう最大限で自分の手で調整すればいい話だと思います。はい、こんなにまあトルクはいらないかなっていう形でちょっと思いました。で、ハンマーモード、これよく覚えておいてほしいんですけれども、皆さん、お、ハンマーついてるんだったらインパクトみたいな機能があるのかなというふうに思われる方いらっしゃると思うんですけれども、これはインパクト その衝撃っていうのとは全然違います。その多分、レンガとかなんかいろんなものに穴開けする、木以外の素材に何か穴を開けたいという時に、使うものだと思います。だから僕らはもうほとんど使うことがないと思うんですけれども、試しにこのハンマーモードでトルク21にしてやってみましょうか。どういうことかというとですね、ここが当たって振動が加わると、これネジ締めの時とは違います。多分おそらく穴を開ける時に一応ちょっとブルブル震えて穴を開けやすくしますよと、インパクトドライバーのアタックの衝撃とは全然違うものですよっていうことだけ一応覚えておいてください。ハンマー機能があるからといってインパクトみたいな形にできるというわけではありません。僕ら基本はネジ締めばかりに使いますので、じゃあせっかくなんでネジ締めモードのトルク9ぐらいでビスを10本打った時のスピードを見ていきましょう。1分、ちょうど1分ですね。ということで、あれ、さっきインパクトドライバーって1分5秒、あれインパクトの方が早いような気がするけど、はい、じゃあこことここでやっていきましょうか。はい、はい、いきます。よーい、ドン。まあ、大体同じだこれはまあ僕らの腕にもよるからだけど、はいはい、まあ大体同じくらいなんだな。はい、ということでですね、まあ意外にも、インパクトドライバーだと同じぐらいの速さです。はい、ただ、これがすごい長いビスですね。例えばコーススレッドの、70ミリとかそういう時には多分インパクトドライバーの方が分配が上がるんですけれども、だから結構速いってことですね。ということで、まあ、とりあえずまあその速さみたいな、あと音ですねを、1回、聞いていただきました。では今度、このドリルビットの、15ミリの径のものですね。まあ本当はネジ切りが一番いいんですけれども、単純にこの錐になったもので、試してみましょう。じゃあまずちょっとこのプリメロからいきましょうか。はい、はいはい、じゃあこれでまず穴開けします。モードをドリルモードにして、はい、という形でですね、ちょっと今悪い刃を使ってるんですけれども、まあ、全部同じ刃で検証していきます。で、プリメロはまあいいところでもあり悪いところでもあるんですけれども、こう止まる時があります。パワーがまあ多少弱いかなというようなところはありますね。ただ開けれないことはありません。止まってしまった時っていうのは無理に押し込まずに削るようにちょっと力を抑える力を緩めて回してやると、まあ、掘れることがよくあります。じゃあ次、両尾のインパクトドライバーですね。インパクトがあると
やっぱり強いと思います。はい、じゃあ同じように開けてみましょう。早いですね。早いんですけれども穴開けの時は衝撃音がかなりします。まあ、そこら辺がやっぱりどう取るか。はい、じゃあ続いて肝です。じゃあやっていきましょう。はい、肝もこういう形で途中で止まることがあります。ドリルモードにしていても止まる時があるんですけれども、そういう時には押さえる力を緩めて削ってやるような形に対応してやれば、はい、こういう形でですね、ちゃんと穴が開きます。穴開けに関してもインパクトの方が本当は力はあると思います。なんですけれども音ですね、音がやっぱりこのドリルドライバーアタック音が少ないというところでは、僕はまあ、ドリルドライバーに軍配が上がるんじゃないかなというふうに考えてます。このドリルは結構モコでもよく頻繁に出てくるものなんですけれども、フォスナービット、これも例えばスライド長板を取り付けたいとかそういう時に出てきます。その時にパワーが、どれぐらいあるかと。じゃあまずプリメロからいきます。こういう形で削れないことはないですね。はい、次じゃあ、両尾のインパクトいきましょう。あ、そうそうそう。でこの両尾のインパクト、僕も、まあ、これ安くて好きなんですけれども、一回トリガー引いたらこの止まるまでずっと回ってるんですね。はい、こういうところでも木もこちらのものは離したらすぐ止まってくれます。ここら辺の作業性の良さっていうのも僕はこれ好きですね。はい、じゃあ今度は両尾でいってみましょう。さっきのドリルビットと同じでパワフルなんですけれども、やっぱり音ですね。この音がやっぱりその DIY、 僕らはまあ木工教室で、家具作るときに全然音って気にしないんですけれども、DIY なかなか家でやるときにこの音っていうのが結構問題になってくると思います。はい、じゃあ今度肝で、トライしてみましょう。はい、まあこういう形で静かに掘れますね。ちょっと試しにハンマーモードにしてやってみましょうか。何か変わるんですかね。はい、じゃあ今度ハンマーモードのフォスナービットの穴開けです。あ、早い、すごい早いですね。僕さっき木工では使えないと言ったんですけど、そっか、このドリルより面積が広いものになった時っていうのは、あれですね、かなり威力を発揮してくれると思います。もう一回やってみよう。ドリルモード、はい、ドリルモードの場合は面じゃなくてこういうふうにポイントポイントで当ててやって、そしたらようやく掘れるという形になるんですけれども、多分その役割をこのハンマーモードがしてくれることになるのかな。はい、じゃあ今度ハンマーモードでもう一回掘ってみます。いいかも、ハンマーモードすごい、これはちょっといいですね。新しい気づきでした。繰り返しになるんですけれども、こういう細いビットの穴開けっていうのはほとんど変わらないんですけれども、こういう面積の大きい穴開け、これは木工においてもこのハンマーモードは有効かなというふうに思います。はい、構造で言ったら多分ここの
遊び部分に、まあ、ちょっとデコボコがあって、このハンマーボンドの時はそれが擦れて、で、振動をしてくれるというような形になっていると思うんですけれども、はい、まあ、一応使えるなという形ですね。フレキシブルシャフトですね。このかなりこれ上からグーッと力を入れてます。はい、もう一回ちょっと打ってみましょうか。で、すごい力がいるんですね。で、女性の方でなかなかこうこっちで押さえてこっちを引っ張って片手で押さえるっていうのはなかなか大変だと思います。なので、あの2人いる時には役に立つんですけれども、この1人でこの格好でビスを打つっていうのは結構大変なんですね。はい、ということだけ、一応覚えておいてください。使えないことはないんですけれども、DIY ではちょっと、工作とかのネジ締め以外ではちょっと用途が低いかなというふうに考えてます。はい、あとは充電ですね。これすごいスムーズにこう取り外せます。はい、で、まあ、ここにカパッとはめると、はい、うん、スムーズですね。はい、こういう形で赤が青になったら充電完了という形で、すごいコンパクトで幅も取らないので、あのマキタの、バッテリーですね、こういうものに比べるとすごい、なんというんでしょう、コンパクトで、あの幅を取らないというのがすごい嬉しいところですね。ドリルドライバーの他にインパクトドライバーも売られているのかな。で、使ってみた感じも、このレスポンスの速さとか、こうすぐにダメになるっていう感じではないのかなというふうに、感じました。ただ1点だけ、その初めに言った、バッテリーを応用して他のものに使うっていう、その対応している電動工具が今現在、すごい少ないです。ブロワーとか、あとレシプロ層みたいな形のものはあったんですけれども、これが丸ノコトリマーに応用できるという形になると、あのそれがまだ対応が遅れているという形で、全部それで統一したいっていう方以外は、もうこれが欲しいという方はそれでいいと思います。もう単品の性能はすごいいいと思います。まあ、あくまでもう何がいいとか何が悪いとかっていうのはその人の使い方や感じ方次第なので、まあ私が言ってることが全てではないんですけれども、参考になればなということでお届けさせていただきました。ということでですね、今日キモの 20V のドリルドライバーですね、ということで紹介させていただきました。今日もご視聴ありがとうございました。はい。